とね、はい、ワンマンしました。よし。さあ今回も頑張っていきましょうね。頑張りましょう。これまた前回に続き、はい、僕もまだ何も聞いてないんですけども、あ、あそこになんかある。とりあえず探り。わかりやすいやつかお前。とりあえず。何やら怪しげな箱を渡されるディッシュ。いよいよ今回のワンモア発表です。新しい楽器をワンモア開けてみましょうか。せーの、ポン。ポン。違う違う違う、一回閉じ、はい、一回目こすっとく、目こすっとく、これ夢だよ。よし、痛い痛い痛い。せーの、ポン。ちくわじゃん、ちくわじゃん。触んな触んな。なんで、え、それじゃダメなの。やばい、すげえ、すごいすごい、すげえ。ちくわでハレルヤしかない。突如ハレルヤを奏でながら登場したこの人こそ今回のワンモアを伝授してくれる住宅雅人先生。日本はおろか海外でも演奏するほどすごい人で、なんとちくわ笛で CD も出しちゃってるんです。このちくわ笛をマスターすればギターやベースに代わる新たな楽器がワンモアできちゃうかもという今回のワンモアディッシュ。まずはみんなでちくわ笛を作りましょう。先生、最初の工程は1、まずちくわを切る。切る、はい。まずはちくわの端を三角形に切り落として吹く部分を作ります。先生、切った後はどうしましょう。そして食べます。食べます。余分な部分は食べちゃいましょう。さすがちくわ先生。お次は2、穴を開ける。穴を開ける、これは音階用。はい。お次は音階用の穴をペンのキャップを使って開けていきます。でスポンとこう身が抜けます。身が抜いた身は食べます。なんで食べるとき寄り目したんですか。穴を開けたらまた食べる。みんな先生の言う通りにするように。あ、中入っちゃった。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。徐々に笛らしくなってきましたが、最後の工程は楽器にとって一番大事なチューニング。先生、まさかこれも。これはどうやってやるかというと、下から食べます。うん、下から食べるんですね。はい。これにて完成。一切の無駄が出ないちくわ笛、うまく完成するとこんな音が出ます。うわ、すごいよ、すごい。さすが先生。じゃあみんなも早速吹いてみましょう。うまあれ、住宅先生をお招きしてちくわ笛の作り方を教えてもらったディッシュ。いよいよ今週は課題発表と、その前にちゃんと音は出せるようになったかな。酸欠だ、すごいよ。の遠いのクラクラしてくるよ。まあ音出ないとね。そうなんですよ、酸欠になるよ。音が全然出てないのに吹きすぎて酸欠状態。さすがにお手上げか。みんなが諦めたその時、おっと、おっと、おっと、俺も一瞬出たぞ。出た、出た、かろうじて音が出た。みんなには内緒でしたが、実はこれ初めてで吹けた人がいないほど超激ムズ楽器なんです。先生、コツ教えてください。強く吹きすぎない方が。あ、強く吹きすぎない方が、はい、一息で40秒ぐらいが出せるぐらい。マジですか、はい、先生からコツを伝授されたディッシュ、果たしてその成果は。細く絞ってた。いい感じ、すごい、いい感じ。4人とも音が出ました。しかもリュウジはこの短時間で音階まで出せるように。すごいね、すごいね。今まで3000人の中で一番才能ある、すげえ。マジかよお前。あ、
ますだからちくわぶえ達人かなすごいなこの調子で5年ぐらいやると5年ええ5年え、はい、毎日5年やり続けて毎日やるんですよなあ、はい、すごい先生5年ですかまあそんなに甘くないっすよね前回先生が吹いていたハレルヤに挑戦したいところですが今回は少しランクを落としたこちらこの課題に挑むのはもちろんメンバー内で最も才能があるリュウジ果たしてうまく吹くことができるのか目指せワンモアじゃあリュウジお願いしますお願いしますはいいきますうわどうですかいいんじゃないでしょうか完璧とは言えないものの短時間の練習で見事吹き切ったリュウジ一発 OK ということははいせーのワンモアリュウジ見事一発ワンモア成功すごいぞリュウジすごいぞディッシュはいということで、はいはい、僕たちちくわぶえやってきましたけども、はい、先生どうでしたか僕たちはあのね初めてでねここまで出てると思わなかったおお、うん、これだってもう練習したらさできるかもできるかもハレルヤハレルヤもねそうだよあの吹けるようになるならハレルヤもさ練習してさ、うんはい、やろうよ練習しに行こうぜ今度大丈夫行こうぜ、ね、新しいちくわぶえ吹けるようにね行ってきます行くよ先生ありがとうございましたありがとうございました練習していきますありがとうございますリッシュのステージでちくわぶえが見られる日も近いその日を夢見て頑張れリッシュまだまだ4人のワンモア追求は続く